田中いる息子です。今日は何をやっていくかと言いますと、さつきにバレずにキスをやっている風に見せかけるドッキリをやりたいと思います。よく言えました、花丸。はい、ということで今回はさつきにやっていくんですけど、別の今日撮った動画でお酒を飲んでしまってるんですよ、僕とさつきが。結構僕とさつき弱いんで、結構もう酔っ払いちゃってフラフラなんで、これやりやすいなと思ってさつき今結構ずっと寝てたんで、今後撮りなんですけど、もう本編とエンディングは撮り終わってますと。だから皆さんはこの後の本編を見てってください。じゃあどうぞ、頑張ってよ。うわ、いたいた、さつき。おい、チコ、サビだけさつき。どういうことや。サビだけさ、サビだけさつき。お見えできたから、サビが。え、いる？いいの？うわ、めっちゃ好きなやつこれ。ありがとう。それの明かりが好き。明かりと何やでしょ。リンゴとか。おーね。いや、やばかったね。もう、酒がね、やばいわ。やばいね。今日はちょっとね、良くないもの飲みすぎた。あぁ。俺、スルメを食う。うわ、久しぶりにスルメ食ってると思ったわ。おお、うお、うま、硬いのこれ、めっちゃ。こんな硬いってするのって。ないでしょ。まだ硬いこれ。なんかね、なんかね。横は硬くないけど。後ろが結構真っ赤っか。強かったわ。フグ赤くなるよな。おい、お、お前、おい、タラタラしんじゃねえぞ。タラタラすんな。大丈夫、大丈夫。スルメ臭さ。うん、箱返してお前、タラタラして。欲しいこれ。食べる。むちゃくちゃいいじゃん。ああ、ちょっとそんな。ああ、ああ、そういえばさ、ここにさ、ここにさ、なんかあったよな、あれ。なんか、この間 YouTube で、あの、この娘の、なんか後ろにね、落としたの。落とした。でもないわ。ありませんわ。誰か持ってったんすよ。怒られた。うん。俺ね、やりたいね、うち行こう。筆相撲したくて。筆相撲？うん。いいよ、そこで。こっち行こう。うん。ほんと、俺は濡れてそう。匂い嫌な、これ。すげえ。お前に負けたらもう、首くくり折れ。さあ、なんか。ルリはっ、ああ許せよ。あ、力が入ってる。え、うそやろ。うそやろ、お前。力入る。これ一生やっていくわ。ミラトに打てそうも勝ったって。いや、左の方が強いよ、俺。俺、ガチで右入らんの。右引きやろ。でも、左の方が昔から悪力なんで。そんなことある。ルリどっ、うっ、なんかグネグネしてくる。お前、手首グネグネすんの。力入ってないよ、お互い。もう一回リベンジして右入れよ。リベンジです。猫ちゃんとグネグネすんな。グネグネすんなよ、もう。やばい。あストーリー撮ろう。このエフェクトめっちゃもらえるで。俺が最近見つけた髪の毛やば、俺。こうして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 、おい、ここで持っての、ここだ。あ、すみません。こおい、お前さ。いや、ちゃんと撮ろう、ちゃんと。もう酔っ払いやんか。飲んだい。寝ようや。え、一緒に欲しいな。美しくない？はい。
タイドくんちでいつもさ、俺抱きついて寝てたよ。いいよ、奥行く。お前さ、懐かしい。いつもお前抱きついて寝てたよ。絶対さ、ソファーでさあんたがこっちで俺こっち側やってんな。そう、これで寝てたの。朝を迎えてたわ、これで。で、なんかで俺が逆になったんよ。俺があっちで頭で足くっせえからつかってまたこっちで戻ってくる。そう思ったら俺お前と仲良しやったな。いや、今もや。ベッドセブンマフカフカやわ、カイト君じゃないやつ。狭いわ狭いわ。ここに頭乗せたい。お前さ、でもこうですか。お前です。違うわ、狭いわ、お前。ん？お前太った、やっぱ。おぉ、太った。あの時は余裕だったのにな。ああ、お前もでかくなったわ、じゃあ。身も心も売れてしまった。降りてやもん。なんでよ。お前下に寝ろ、お前。いやー、ちょっとお前は下に寝るんや。寒くない、この部屋。寝るにこれ、これで寝ようべ。一緒にこれ入りかけろ。あ、いいやん、ちょうどいいやん、これ。俺、さつきにめっちゃ YouTube のいいやん持ってきていいのかなと思って。何？ゆうりさんのさ、クリスマスイブ流行ってるやん。ゆうりさん、うん、歌ってみたしたら一緒にやるやん、また。しない、俺はその歌知らないから。リクが昨日歌ってて、絶対これやったら伸びるやんと。やりたいん？やりいいやん。さっちゃんがさ、TikTok を撮りに行ってる人いるやん。ちょっと紹介して。あれ、本当に大阪なん？大阪、大阪。どっちから大阪まで行くの？すいません、ちょうどいいやん。岸辺駅？そこまで行ってくれるの？もう、うまい。食い方やば、お前。お前、何だ？何？おい、帽子にしたいから。どういうことなん、これは。すごいよ。はい。その横に入れる。やらない。たまたまこれこれヒルサイズのさ、やりほやからさ、長いのよ。だから無理だけど、俺やつ縦でやったことあるよ。どういうこと？だいこいこいくん。こことここに刺すね。なんで？美味しいね。理由はない。怖いな。大阪ではそれが普通なの。口でないからできる。やってみた。何してんの？おい、飲み込んじゃった。かっこいいよ、あんた。そろそろ行こうかな、これ。ちょっとやばいから家帰って寝る。え？え？じゃあもう帰るか。え、ここ泊まっててもいいよ、大丈夫。大丈夫。大丈夫。ああ。やべ。じゃあね。なあ、ほんとさ。昨日買ったよ、このケース。ちなみに、みなとのぬくもり。おやすみね。はい、っていうことでやっていきました。はい、今回さつきにバレずにキスをやっていくという挑戦をやっていったんですけど、結果を見てないんでわかんないですけど、結構ね、できた気がしますね。結構僕チャレンジしたんで、結構いったんじゃないですか。寝てる時にこのじゃがりこ取る時とかめっちゃ不自然だったんですけど、多分そのカメラから見たらワンチャンこれやってんじゃねみたいな。はい、いい感じでした。さつきも多分この動画を見て知ると思うんですけど、ということで皆さん見てくれてありがとうございました。他の動画も見てみてください。動画が良かったと思ったら高評価、動画がいいなと思ってもコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではおやすみなさい。スルメってね、自分が食ってる分には美味しい。スルメって自分が食いながら他の人なんか臭いとか思ってるかなって思いながら食ったら美味しくないけど、何も気にせずに食ったらバカうまいよね。特に車ね。やるな、無料これ。